はじめに新型コロナウイルス感染症対策についてお話をいたします。昨日対策本部会議を開催し、10月25日以降の対応を協議をいたしました。この会議では現状の感染状況等を踏まえ、県民の皆様への21時以降の不要不急の外出自粛の解除、そして飲食店や商業施設に対する営業時間の短縮要請の解除などを決定したところです。しかしながら感染が再拡大する恐れがなくなったわけではありません。感染防止対策と社会経済活動を両立していくため、引き続き基本的な感染防止対策の徹底など感染拡大を防止するための行動をお願いをいたします。発熱などの風邪症状のあるときは受診以外は外出をしない、会話するときのマスクの着用、こまめな手洗いや手指消毒、いわゆる手指の消毒ですね、換気の徹底などをお願いをいたします。飲食店での時間制限などはなくなりますが、深酒をせず節度を守って楽しみましょう。大声を出さず、箸やコップは決して使い回さない、そして会話の際は必ずマスクをお願いをいたします。また飲食店は感染防止対策を実施をしている認証店や確認店をご利用ください。対象店は県のホームページで検索ができます。次にワクチン接種の効果については、これまでの分析から年代によらず感染の防止に高い効果が見られました。若い世代の方も含め対象となるすべての県民の皆様にぜひワクチンの接種をご検討いただきたいと思います。また県内の発熱外来指定医療機関のうち公表を承諾した医療機関について、明日から千葉県のホームページで公表をいたします。受診にあたっては各医療機関に対して必ず事前予約が必要となりますので、ご注意をお願いをいたします。なお、この夏の感染拡大を踏まえて病床や宿泊療養施設の確保、保健所の業務逼迫対策等の新たな保健医療提供体制確保計画についても検討準備を進めているところです。治療や療養に不足が生じないよう、今のうちから大幅な確保を進めていく必要があります。このため健康福祉部内に専従チームを発足させ、新たな臨時の医療施設の開設や宿泊療養施設の積み増しを図っていくとともに、民間施設などの一時借用、可動性の高いコンテナの活用など、さまざまな角度から対策を講じていきたいと考えております。次に、昨日開催された関東地方知事会議についてお話をいたします。今回の会議はウェブ形式での開催となり、各知事とオンラインで意見交換をいたしました。私からは学校教育活動の質の向上と学校における働き方改革の点より、学校教育の充実に向けた人材の確保について国に要望することを提案をいたしました。私からは現在小学校では英語や理科などの教科を中心に学級担任以外の教員が授業を行う専科指導が行われています。この専科指導は児童が知識や技能を習得する上でも、そして教員の負担を軽減する上でも大変有意義であります。しかしながら専科指導を行う教員の定数を増やすために、グループ別指導などを行う少人数指導の定数が減らされていたり、専科指導の実施に一定の条件があるため教員配置が困難な場合があります。さらに子どもをめぐる課題が複雑化多様化している中で、学校における働き方改革を実現するためには学校を支える多様な人材を配置することも大変重要であります。そこで本県からは、専科指導に当たる教員について少人数指導の教員からの振り替えによらずに必要な定数措置を講じること、2つに、地域や学校の実情に応じて専科指導や少人数指導などの多様な指導方法を学校が柔軟に活用できるよう制度を見直すこと、3つに、スクールサポートスタッフなど多様な人材を配置していくため国の支援制度を拡充することについて国に要望するよう提案をし、皆様にご賛同をいただきました。このほか各都県から鳥インフルエンザ対策や医師確保対策など国への要望が多岐にわたって提案をされ、すべて了承をされました。今後は1都9県が連携して各要望の実現に向けて国に強く働きかけてまいります。
最後に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関連するイベントについてお話をいたします。本県も競技会場となった東京2020大会はスポーツを通して私たち県民に多くの勇気と感動を与えてくれました。オリンピック・パラリンピックはスポーツのみならず文化の祭典でもあります。本県では聖火リレーの盛り上げや応援、県内団体の文化芸術の発表の場としてセレブレーション等を予定をしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりこれらすべて中止となりました。そこで県ではこのセレブレーション等に出演予定だった団体がパフォーマンスを発表する場として来月28日千葉県文化会館大ホールにおいてありがとう東京2020フェスティバルを開催することといたしました。当日はセレブレーションに出演予定だった団体等による発表に加えて本県ゆかりのオリンピック・パラリンピック代表選手のインタビュー、千葉交響楽団によるオリンピック・パラリンピックにちなんだ楽曲のコンサート、オール千葉おもてなし隊によるトークショー及びミニライブを予定をしております。また会場内では聖火リレーのトーチやアイムポッシブルアワード受賞校の取り組み、都市ボランティアの活動実績などの展示も行います。入場は無料で明日22日から申し込みの受付を開始いたします。皆様からのたくさんのご応募をお待ちをしております。このフェスティバルを通じてオリンピック・パラリンピックの感動を再び味わっていただくとともに千葉の文化芸術の魅力を再発見する機会にしていただければと思います。私からは以上です。それでは質問をお受けをいたします。では管理者の千葉テレビさんお願いします。千葉テレビ福井です。よろしくお願いします。私からまず飲食店の関係なんですけれども、認証店と確認店の利用を県としても推奨されているということで感染リスクにもちろんつながることが期待されるんですけれども、今後、確認店認証店にGoTo を利用したりとかもできるということなんですが、今後確認店から認証店にグレードアップしたいという店舗も増えてくるかと思います。そういったところで飲食店がメリットを感じられるような具体的なインセンティブというか、今後さらに追加していくメリットという点が何かアイデアがありましたら教えてください。はい、まず認証店に関しては今も感染対策を実施する場合の費用の補助制度というのを設けています。それからですね、今回ご質問いただいたように GoTo イートにおいて認証店、確認店においてですね、使えるそうしたインセンティブを今回用意させていただきます。で、これをインセンティブと考えるかというのはあるんですけれども、今後感染が拡大した場合にですね、我々としてはそうならないように努力はしますけれども、もしそうなった場合また飲食店に対してですね、時短等のお願いをせざるを得ない局面も今後十分あり得るわけですけれども、例えばまん延防止等重点措置であったり緊急事態宣言等が出された中においてもですね、確認店であったり認証店というのはお酒の提供であったり営業時間に関して、差をつけていく、これは我々として、考え方をお示しをしておりますので、そうした部分においても確認店や認証店にですね、やはりなっていただく、より感染対策を高めていただく、そういうことをですね、我々が継続して飲食店の皆様方にはお願いをしたいというふうに考えています。分かりました。一方で飲食店の今回の制限の全面解除を受けて、経済もだいぶ活性化してくることが期待されるんですけれども、一方で県内だとそれでも厳しい状況が続く一つに成田空港があると思います。はい、で国の入国制限などが緩和されなければちょっと厳しい部分もあるとは思うんですけれども、空港周辺地域への影響もあるかと思いますので、今の現状成田空港を抱える知事としてどのように感じていらっしゃるか教えてください。はい、やはり成田空港はですね、そういう意味では成田空港及び成田空港の関係の業種というのは、おそらく全国のさまざまな業種の中でも最も長く影響を受けるであろう、そういう空港であり業種だというふうに思っています。今後政府の中で慎重に判断をしながらですね、海外との交流が広がっていくというふうに思いますけれども、我々は国に対してもですね、この成田空港及びその関連業種の特殊性を鑑みてですね、長くしっかりとした支援をしていくことを我々は求めて要望もしてきておりますので、この点については引き続き要望をしていきたいというふうに考えています。
今ので国へこれまでも確かに支援のご要望されているとは思うんですけれども、具体的にどういう支援が必要とお考えか教えてください。まあ、今例えば当然、雇用を維持、多くの空港関連業種の方々も雇用を維持していただいていますので、そうした雇用を維持する取り組みに対する支援もそうですし、それから今そうした業種の方々が別の業種に社員を紹介をしていただいてですね、そういう雇用のスライドというのをやっていただいて、我々県としてもそれを支援サポートしておりますけれども、こうしたですね雇用のシェアについてですね、引き続き支援をですね、特に空港関係産業に関してはですね、手厚くそして長く行っていただきたい、まあ、そういうことを我々としては要望しております。ありがとうございます。次にちょっとコロナとは別なんですが、先ほどの関東知事会議のお話の中で、昨日知事がその他の知事に対して要望提案をされたときに、その教職員の定数というのが選果指導を設けるのにちょっと、負担が地方によっては地域によって地域間格差が出かねないということもご指摘されていたかと思います。今現状千葉県内でその教育の地域間格差というのが出ているのかどうかというところのご認識をお願いします。はい、わかりました。じゃあ所管の方からまずお願いします。教職員課です。特定の地域に偏っているとかそういった認識はありませんけれども、国から与えられる手数が非常に限られておりますので、要望していてもなかなか配置しきれないというところを踏まえてですね、欲しいところに行かないというのが現状ですので、そういった意味でも格差が生じないようにというふうに考えています。以上です。選果教員とかの配置をするときに、どうしてもその一定の時間数を見なければ配置できないという国の例えばルールがありますので、そうすると一つの小規模校だとですね、その時間が十分に確保できないという形が出ます。そうすると、2つであったり3つの学校を掛け持ちするような形で国の基準を満たすということになるわけですけれども、当然、一つの学校に専属でいるわけではありませんので、そういう部分においてはですね、どうしても我々は地域間格差を作らないように配慮し、そして配置もこういう形でしているわけですけれども、本来であればですね、条件をより緩和をして小規模校や地域の実情に沿ってですね、教員が配置できるようにやはりしていただきたいというふうに思っています。ちなみにそれが柔軟な対応ができるように変わってきたとして、県内の小学校でどうなるのが知事として理想形だとお考えかを教えてください。はい、やはり重要なのはですね、そのまず教員のそういう例えば県であったり市町村であったり、もしくは学校現場の実情に基づいてですね、教員が柔軟に配置ができると、それは少人数学級を進めた方がいい事情を抱えている学校であればそうですし、もしくは少人数指導であったり専科教員を増やしていくことが必要な学校現場であればですね、そちらが選択できるようなですね、そうした状況を作っていくというのがですね、やはり理想だと思います。そしてそれに応えられるだけのですね、その教員の数ですよね、それがしっかり担保される部分だというふうに思っています。そういう意味では教育の内容とそれから教員の負担の軽減と両方しっかり図っていくためにもですね、そうした自由に学校現場の課題に応じて配置できる、そういう教員の枠というのが極めて重要だろうというふうに思っています。ありがとうございます。同じく幹事社の朝日新聞さん、お願いします。朝日新聞です。よろしくお願いします。コロナに関してなんですけれども、9月の頭ぐらいだとまだ1000人ぐらいの感染者がいる、それが下旬になるともう2桁で、今はもう20人を切るような状況に、急激に減っていると思うんですけれども、これワクチンもあるとは思うんですけれども、なかなか人流抑制だけでは説明できないような要因があると思うんですが、県としてはこの要因っていうんですかね、どういうところにあると捉えて、分析されていらっしゃるんでしょうか。はい、おっしゃった通りですね、そのワクチンの接種が、若い世代、いわゆるよく活動される方々に、接種が広がってきているということ、
それから感染爆発を受けてお一人お一人の方々が感染対策をかなり細かい部分も含めて徹底されるようになったことを含めて、感染拡大を防ぐ低減させるためのいくつかのファクターは間違いなくあると思います。しかしながら、それだけではこの急激な減少というのをですね、説明しきれないところもあるというふうに思っていますので、我々も国に対してもですね、しっかりとした疫学的な分析調査をですね、行っていただいて、それを次につながる形にしていただきたいということはですね、声として政府に挙げているところです。わかりました。この急激な夏の爆発とまた急激な減少というのを踏まえて、この冬というのは、今経済の方に舵を少しずつ切っていっているとは思うんですけれども、どのポイントに特に気をつけて、感染対策というのは行っていくべきだと考えていらっしゃるんでしょうか。一つまず季節的な要因とするとですね、どうしても乾燥してきますし、それから寒くなりますので、換気が悪くなる。もう今までは窓を開けていたのに誰かが閉めてしまって、そしてそれを誰も注意をしないみたいなようなですね、シチュエーションが出てきますので、そういう意味では換気が悪くなってくるなどのですね、そういう感染症がコロナに限らず拡大しやすい環境はですね、冬は出やすいということ、それから忘年会、クリスマス含めてですね、やはり普段生活を共にしている人以外と長時間会話をしたりする、そういうシチュエーションが多くなりやすい、そういう要因が季節的にありますので、そうした行動をされる際にですね、そのリスクを十分に意識をしていただいてですね、基本的な感染対策を行いながら、そういう忘年会やクリスマスにおけるさまざまな行動が取れるようにしていただく必要があるだろうというふうに思っています。分かりました。あとはですね、ちょっともう一つは、冬は心筋梗塞ですとか、そうしたですね、寒い時期に高齢者を中心に、そうした救急が需要が高まりますので、そことやはり重なってくると医療提供体制にとっても厳しいものがありますので、そうした部分も含めて警戒が必要だろうと思います。分かりました。最後になんですけれども、少し話は早い部分ではあるんですけれども、もうマスクをつける生活っていうのはかなり長く続いていると思います。で、今治療薬の話ですとかワクチンの接種もほとんど、かなり広まっているとは思うんですけれども、知事、これ国との話であると思うんですけども、知事としては、どういったファクターがこうクリアされていけば徐々にいわゆる元通りの生活っていうものに戻る可能性があるというふうに捉えてらっしゃるんでしょうか。まさにこう政府や専門家の方々がですね、議論しながらそのステージを考えていっていただくことを期待をしておりますけれども、基本的にはその経口薬も含めてですね、重症化する前に、抑制をするようなですね、そうした医療薬が完備をされていくということが一つ条件としてはあるんだろうというふうに思ってます。ワクチンに関してはどれぐらいの効果がどういうように持続するのか、また全ての世代含めてブースター接種を行われるのかどうなのか等については我々には情報はありませんので、そういう意味ではこれからの医療側の充実を受けて、どのような形で制限が解除されうるのかということについてはですね、しっかりと政府で議論し、そして早めに見通しをお示していただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。それでは各社様よりお聞きいたします。読売新聞さん。読売新聞の上村です。お願いします。まずコロナの関係なんですが、保健所の業務ですね。今まで感染拡大期には入院調整に追われるという状況がありましたけれども、感染が落ち着いている状況ではそのコロナ対策っていうのはまた積極的疫学調査とかの、いわゆるクラスター潰しっていうのに基本戦略は戻っていくのでしょうか。であと、合わせて保健所の職員の応援体制ですね、これは当面維持していくのかどうかお聞かせください。
はい、まず疫学調査などについてはですね、当然保健所に余力があればですね、しっかり行っていく形になります。それから保健所の人員についてはですね、もちろん一定程度元に戻す面もなくはないんですけれども、やはりこれから来る感染拡大に備えてですね、そこは一定程度の規模は維持した状態を作っていきたいと思っています。それから今の時期にできるかぎり業務の効率化できる余地がないのか含めてですね、マネジメント部分をしっかり強化をして、今後仮にまた業務が逼迫した際もですね、できるかぎり保健所機能を維持高められるように、今その期間でもあるというふうに思ってますので、まあ、それらの体制をしっかり打っていきたいというふうに思います。あともう一点です。衆院選に関してなんですが、衆院選に対する知事のスタンスというのは今までもおっしゃっている通りだと思うんですけども、逆に立民の候補の演説の中には3月の知事選をこう政治変革のシンボルみたいにこう位置づけて、こう熊谷知事を誕生させた皆さんの力で私たちにも応援をっていうような訴えも散見されるわけですけれども、知事は率直にこのような動きでどのような感想をお持ちになりますか？これは他の方々がおっしゃることですから、私としてはちょっとコメントはしづらいところありますね。はい、分かりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか？日経新聞さん。日経新聞の出口です。今回飲食店がかなり制限が、解除になるということなんですけど、今度旅行というところも一個ポイントだと思うんですけど、今県民が自由に旅行していい段階に入っているのかどうかというところと、あと宿泊施設ですとか、観光地が大々的にこうまたこう呼び込みというかをかけていい段階に来ているのかどうかというところを教えてください。はい、今基本的にはですね、その都県をまたぐ移動も含めてですね、制限をするものではありません。ですので旅行や帰省等についてもですね、しっかり感染対策をしていただいた上でですね、行っていただければと思います。ただ一応我々としては県民の皆様にお願いをしているのは、感染が拡大している地域への旅行移動等については十分に留意していただきたいということを申し上げてますので、国の専門の方でも指摘をされている通り、北海道、沖縄含めてですね、そうした部分が少し下げ止まっているのではないかという指摘もされておりますので、県民の皆様方にはですね、そうした旅行を計画される際にはですね、その予定地の感染状況はしっかりと見ていただいてですね、適切に行動判断していただければというふうに思います。それに関連するところで、今回 GoTo イートが解禁、再開ということになったんですけど、はい、GoTo トラベルについての再開についてはどういうふうにお考えですか？はい、GoTo トラベルは、政府の方で判断をされることになるというふうに思っています。で、我々自身はディスカバー千葉の優待券の利用の再開について、現在は県民の皆様方を対象にしておりますけれども、これを段階的な方向性としてはですね、その次は県民以外の今持たれている方々に対して、もしくはその期限などについてですね、検討してしかるべき時期に決定発表したいというふうに思います。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか？ NHK さん。NHK の金子です。よろしくお願いします。25日以降の解除の関係で、人数制限のところでちょっと伺いたいんですけれども、昨日3県並んでいるのを解除の方針首都圏のを見ると、一応神奈川県は4人以内での飲食っていうのを、呼びかけで残しているようです。で、東京都もそういう検討しているんじゃないかということですけれども、千葉県は4人っていう数字は入ってないわけですけれども、ここについての知事の、お考え方を教えてください。はい、今の感染状況を考えるとですね、その人数で、一律に、なんていうんですかね、お願いをする、そういう段階ではないだろうというふうに思っています。ただ我々としては、その確率的な人数というよりも、当然狭い空間であれば4人であっても当然危険なケースはあるわけでありますし、それから広い空間であれば、例えば仮に10人であったとしても感染リスクというのは一定程度抑えられるわけですので、今回我々メッセージさせていただいた通りですね、十分な距離が取れる、そういう空間で、しっかり人数との兼ね合いを判断して、
行っていただきたいというふうに思っておりますので、まあ、その点を県民の皆様方にはしっかりと我々もお伝えをしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で定例会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。